この対決、はい、では最初はグーじゃんけんぽい先行か後攻これな手出しやな逆転ぶち抜きかな弱いな弱いぞこれ弱いぞ大丈夫かこれいきますただねワンキル動画になるんじゃないこれかもしれませんやばいじゃんこれなにかもしれないですねまずいだこれまあ、とりあえずいいですチャージ接着ワンキルのチャンスなんですあーまあなんとかスタートできるかな確かこれドクロムシャってドロップから湧いてくるテーマだよねそうですねやたら見たら湧いてくるのがテーマです、ね、だから横無視して殴り切った方がいいんだよねそれは結構あるんですけどあのデンジャーでもそういうやついたよねそうですねしょうがないなこれしょうがないんでコールはい、はい、このカードが手札から登場した時に、デッキからですね、うん、ドクロムシャカードか水の属性を持つモンスターを2枚まで選んでドロップゾーンに落とすことができますなるほどはいよってこれで愚かな枚数2回打つそう愚かな枚数2回分みたいなそう旗から見るとなんか強そうに見えなくはないっていうね、うん、有効だったら相当強いからねそうですね、うん、さてここで落とすドクロムシャなんですが何と何を落とすかなとても大事なんですけど今手札がこんなところかうんじゃあそうですねとするとこれはこれはまあ1体目がこれもう1枚目がそうですねまあこれかなはい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 、ここですね、この2枚をちょっと全然知らないからまだこれ見せるこのところに置くときましょう、はい、では、いきますね、はい、じゃあそれぞれこのカードはドロップゾーンから場にコールされると1ゲージチャージしますよっていうカードですね、うんうんはい、で、こっちがですね、自分の番ドクロムシャが相手にダメージを与えるとこれは昔からパーティーだったやつだよねいやあの闇狐自体、ね、闇狐ですよ、そうですね、うん、はい内緒、うんはい、で、このカードはですね、昔闇狐ってダメージを与えたカードがドロー能力を持ってたんですけども、うん、今は手札破壊能力なんですあ、こっちのハンド削ってくるのそうですねあ、やばいやばいやばいただ、忍者効かないんですよ、実は潰しさらいがあると、うん、あそうだ全く意味がないんですねレジェンドとかでも効かなそうだ、ね、そうなんですね、うん、じゃあ、とりあえず抜きましょう、はいはい、このカード、サイズ3ですねこれは子供に使われてるね、はい、これで固めるんだよね、基本ねそうですねで、300みたいなはいで、これでアタックに入りますね、はい、じゃあ、アタックしますじゃあ、3点ただし、こいつのアタックした時の効果、はい、ドロップゾーンにあるサイズ1以下のドクロムシャ1体を、コールコストを払ってコールするんですがゲージがないので、はい、ここはこいつをコールしましょうで、ワンチャージとでドロップがコールされたのでワンチャージします、はいはい、で、3点とはい、受けましたねはい、では以上で短縮ですとドローンこれやべえこれやばいパターンですこれはやばいパターンチャージ&ドロー、おあ、来た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 俺の水波効果来ましたね水波効果あ、なんだ何がいいかないや、まあ俺はね、もういきなり逆転仕掛けるなるほど仕掛けていく、うん、予定で、はい、多分、そっちは持久力あるんですようん、俺の見解だと、まあ、比較的そう回り始めればです、ね、やられてもモンスターどんどん出てくるよっていうテーマですね、まあ、回り始めればそれが起こる可能性は高いですね早めにつつき始めた方がいいんじゃないかという、はい、わしの見解ですねはい確かにそれはよしこれでこれでアタックフェイズというちょっと弱い感じですけど、うん、まあでもしょうがないですね、うん連携1万の貫通2点ってなりますよね、まあこれは受けざるを得ないんですよねソウルガードですな、ね、はいソウルガードはいちょいちょい弱いんだよね免許室1万了解です8点削れねえなこれじゃあ今免許室うちにあいいのいいのいいです大丈夫です大丈夫ですまあこっちかな逆転あーですよね、どうぞさあどうしたらいいちょっとドロップ確認了解ですピアケ落ちてないうん了解です、次とかないそうなるとうんちょっとハンドと相談し8点削るプランあるか8点削るプランあるなうんこいつそれは強い
って8点削って、うわーそれかー、このパティーン、またそのパターン、なるほど、また先鋭パティーン、はい、結構ゲーム終わるよ、え、俺ワンチャン仕掛けちゃう派なんですけど、これゲーム終わるような気がする、これやばくないですかね、これあれちょっと待って、これちょっとこれ2点ですよね、じゃあ一発目はしょうがないから受けましょう、受けました、はい、じゃあ2発目、2発目しょうがないな、やりたくないんですけど、手札より、電光石火、月うさぎを出しましょう、センターにモンスターをコールし、はい、はい、まあ、ここのカードに攻撃対象を変更するとか、なるほど、バツン、ここを攻撃させると、なるほど、はい、で攻撃しましたと、でこのターン中ドクロム社が2回破壊されておりますので、はい、手札より、はい、軌道、あ、もう国木の策だね、はい、そうですね、はい、荒食いを出しますね、では破壊されるタイミングで荒食いを使いましたので、うん、3枚ドローします、あ、3枚になるんですか、はい、1、2、3枚ドローします、うん、そしてその後にですね、うん、今以上破壊されてるなら3枚ドロー、そうですね、3枚で、この破壊されたタイミングはまだ逃さずに、まだモンスターが破壊された瞬間に撃ったので、この瞬間タイミングをまだ使っている時に軌道月破切りを使います、はいはい、モンスターが破壊されている時、場のモンスター1体選択を破壊します、なるほど、ここ破壊、はい、ここ破壊したいです、やべえ、いねえな、破壊無効とかいねえかな、ちょっと考えますね、やばいです、でもこいつはもう2回目の攻撃終わっちゃったんです、ね、終わってます、で、まあ狙うのはここです、ね、なので、でここになる、はい、うん、おそらくこれで6点は削れないな、はい、はい、OK、やばいです、では、私のチャンスですね、で、エンドですね、はい、ドロー、さてこれはどこかな、チャージ、そうです、はい、では、コール、はい、これ雷帝軍なんですけど雷帝軍ドクロム社ですね、あ、そうなんだ、はい、ついてた、はい、標準を出しますね、このカードが場に登場するとき、他のドクロム社モンスターがあるならば、相手の場のモンスター1体を破壊し、破壊したサイズ分ゲージをチャージするってカードなんですけど、これ破壊した時です、これ破壊したいです、あ、でも破壊される場合場に残すと破壊は起きちゃうね、はい、あの捨てれば大丈夫です、はい、じゃあ、とりあえず破壊をしてみたいという場に残すかどうか考える、そうですね、ただ破壊自体は起きちゃうから、はい、そうですね、手札を捨てて残すか、あとまたこのままどこかですね、え、それで破壊したら何だっけ、チャージするのか、そうですね、まあどうしても破壊起こっちゃうんで、2ゲージチャージは確定的に起きます、はい、じゃあ破壊無効って言ってみようかな、了解です、そしたら破壊されないのね、そうですね、いや多分それ倍の頃なんで破壊はされてしまうんだと思うんですけど、破壊される場合、あ、そうですね、オッケーです、破壊を無効化する、つまりこれは捨てるんじゃなくてこの効果を使うと、うん、1ゲージを使って、そうするとこれ破壊されなかったことになるから、あ、OK、そのままゲージ起きないです、大丈夫です、はい、ってことは1ゲージが必要なんですか、それ、使用コストが、使用コスト1ゲージ、なるほど、ゲージ1、はい、なるほど、了解です、はい、そっか、破壊してないんだ、ゲージは OK なかった、仕方ないです、
じゃあ次にですね、ちょっと怖いからね、了解です。じゃあ次にじゃあ起動受魂連鎖を打ちますね、はい、バインドクロム社が3体あると竜王殿なんですけど、2枚あるとチャージアンドローです、はい、おお、なるほど、はい、よってチャージアンドローですね。そっち苦しそうだね、本当は3体並べて打ちたいところを、まあ、本当はそうですね、そうなんですけど、はい、まあでも仕方ないですね、うん、はい、あ、でも意外と強いかもしれないこれやべ今引いたカードが強いなんだって、おそらく、ね、やっちゃったかな。いや、今引いたカードがすごい強いな、多分。ですね、うん、これはですね、コールしますね。切られちゃうか、これはまさかの。コールして、で、効果、はい。このカードが登場した時に、デッキの上2枚をドロップゾーンに送ります。はい、はい。はい、あ、なんか変なもんいっちゃったな。うん、その後、1ゲージ払いますね、はい。1ゲージ払うと、ドロップゾーンにあるサイズ3モンスター1体を手札に加えるんです。あ、なるほど、さっきのやつ、はい。さっきのこれを加えます。はい、はい。やっぱこれは、あれだね、面で使われるんだね。そうですね。で、場のドクロム社1体の上に重ねて、2ゲージを払ってコールします。お、結果パツパツだけど。はい。はい、まあ大丈夫ですね、多分まだ。はい。はい、で、この後にですね、はい、じゃあこの後にこいつ出しますね、うん、はい、じゃあドクロボンだっけ、ドクロボンですね、ライフ1を払ってドロップゾーン、そうですね、ドロップゾーンにあるサイズ1以下の、ドクロム社をコストを払わずに場に出します、ノーコストで、はいはい、これってサイズ下がってるんですか、ね、これがいる限りサイズ1が0になるってやつですね、そうだった、はい、だからこいつ作るんだ、よってこれでバディーコールですね、はい、はい、バディーコールしました、はい、はい、ではなんかいいムーブできそうですね、はい、ではこのままアタックに入りましょう、はい、ではアタックに入ります、闇狐、あれ守備が5000でしたよねじゃあ5000でアタックします、場に残す、了解です、はい、大丈夫、しょうがないですね、あれ、はい、しょうがないですね、じゃあ、これあんまり意味ないですよね、攻撃力3000だからそういったあんまり意味ないんですけど、なのでよって、仕方ない、あなたがアタックしましょう、で、アタックした時にドロップゾーンにあるこいつ2パンはないの、ないです、1回だけです、サイズ1以下のドクロム社1体をコールコストを払ってコールコストを払ってコールします、この場合、なるほど、で、これは踏みつぶしてワンゲージにします、こいつは残した方がいい、残します、で、ワンゲージにします、はい、はい、ここで、怖えな、怖えな、残しますか、どうしますか、ちなみにこの人完全モンスターです、あ、完全持ち、はい、残しても受けちゃうのか、そうですね、あ、ちょっと間違ったかな、でも場に残します、了解です、はい、残します、じゃあ貫通は受けると3点ですね、じゃあ奇数の効果使います、はい、それが強いんだよ、場のモンスター、バンドグロム社がダメージを当たった時そのモンスターを破壊します、ソウルガード残ります、うん、破壊することによって相手の手札1枚をドロップゾーンに送ります、はい、はい、で、これ攻撃力なんか6000もあるんでアタックします、よし、あー、もうなくなった、で、ターンエンド時このカードが勝手に消えます、シュース、どうぞドロー、はい、これ逆転しましたよね、はいチャージングドラお強くないか、あ、おおおっとっとっと、この持久力だよ、この持久力が忍者だから、なるほど、これはいいな、ただ今場につき影いないんですよね、ただし、まあ連携で真ん中崩すぐらいできる、あ、でもこいつも倒したいな、そうですね、こいつ危なそうだな、でも貫通3点の方が嫌だもんな、そうですね、これコールして、まあ、はい、アンドレスなんで、了解です、まあ、倒したいんですけど、なんか倒したい、倒したい、倒したい宣言、うん、ですね、倒したい宣言か、なるほど、うん、じゃあ、鍵の術いきましょうか、ゲージ中、ゲージ中で、はい、はい、消えました、はい、ここに終わりました、はい、私のドローでしょ、いや、ハンドないんでも、そうですね、もうさっきの虫取ったハンドが結構、積み将棋始めました、ね、はい、ドローです、あ、いや、捨てたら詰めされたって強かったんだけどね、そうですね、はい、では今回一回も見えなかったというですね、まあ、ではまあこのまま何も考えずにいきましょう、まあ、アタックに入ります、はい、貫通3点です、ね、受けたで、アタック時一応入ってます、一応場にカード出して、うん、ゲージ1チャージで、はいはい、しますね、で、このままプレイヤーに、2点、まあ、3点と2点もそうですね、で、まあ、破壊しても意味ないんですけど、まあ、手札があったら破壊しますね、はい、で2点2点ですね、はい、なるほど、ありがとうございました。これライトエグの手札もぐと結構良さそうだ、ね、そうですね、あの、ちなみに、まあ、やる隙があるかどうかは分かんないけど、あの、先行取ると手札が2枚飛びます、相手の、あー、それ強いの、後攻取ると手札が4枚飛びます、あ、本当、はい、最善の動きだ、あ、最善だと5枚飛びますね、手札、あ、はい、後攻だと、なるほど、ライトエグちょっと手札依存大きいからさ、そうですね、最近守備魔法とかが、はい、分も待つ、はい、後攻で分もあると相手の手札が5枚破壊できるんで、5枚破壊されたらだいぶまずいっすね、うん、でも
うまくできてるよね、なんかそのハンデステーマだけど、そうですね、そんなに圧倒的っていうか、そうです、圧倒的いいバランスでハンデスしてるよね、はい、だいぶいいと思いますね、これは、うん、結構もっとひどいゲームあるからさ、そうなんですよね全部手、でもレジェンドとかでなんかあるよね、大魔法でとかで、それも怖いよね、これやっぱ怖い賞かもしれませんね、うん、必殺モンスターなんですけど、キツネの、出なかったけど、はい、うん、キツネの必殺モンスターなんですけど、うん、これファイナルフィジンコールだとですね、うん、バドのドクロムシャを起こすんですね、うん、はいはいはい、でそいつがファイナルフィジンでアタックできるようにするんですね、うんうん、それこれを起こすとなるほどなるほど、要するにこれはアタックするとドクロムシャが湧いてくるんですけど、しかもサイズ1なんだ、必殺なんです、はい、こういう感じだ、そうなんですね、なのでじゃあここ叩き起こしますって、さらにこうアタックしてなんか湧いてきますね、詰め切る力もあるということですね、はい、まあ湧いてくるのはこれ使ってない時ですけどね、うん、はい、まあなんか寝かされちゃっても起こすことも一応できるよっていう感じです、はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出たけど